ニュースポスト7です。お笑いトリオジャングルポケットの斉藤慎二氏が不同意性交などの疑いで書類送検された事件。また数千万円にも及ぶ借金を抱えていたことが分かりました。斉藤氏は使い道が不明の数千万円単位の借金を抱えており、また相次いだ不倫騒動も重なり、妻の瀬戸沙織さんとは離婚の可能性もささやかれていました。ですが今回の報道を受け、瀬戸さんは自身のインスタグラムで一方的な行為ではないと反論しています。事件の真相や謎の借金の正体も今後明らかになるのでしょうか。引き続き注目が集まります。ニュースポスト7。